白河がことを弾き、その横で、四季がことを聞いている。正式は、中国春秋時代の座りの人。名脇、き、字は四季。正式は、古事の名人である白河の良き聞き手であった。白河が高い山に登る気持ちでことを弾くと、正式は、素晴らしい。まるで険しい大山のようだと言い、白河が川の流れを思い浮かべて弾くと、正式は、素晴らしい。 まるで広大な長江加工画のようだと言った。大山で暴雨にあった白河は、林雨の御座を、峰山の音を作った。正式に、それらを弾いて聞かせると、式は即座に、曲の趣向きを言い当てた。白河はことを置き、素晴らしい、君が私の意図と想像するものは、私の心そのものだ。一体、君から逃れられることの音はあるのだろうか、と言った。 正式が死ぬと、白雅はことを弾くに値する人がいなくなったと思い、ことを壊して、弦を立ち、障害ことを弾かなかった。この白雅絶権の故事により、親密な友情を、団子との交わり、団子とのちぎり、互いによく心を知り合った友を、知因などという。また、中国においては、白雅と正式の知因の功が、異壮女と連覇の紛系の功。 漢中と方宿の漢方の孔、劉備、漢羽、長飛の聖守の孔等と共に八灰の孔の一つに数えられる。蔡治芳正式を古北勝武漢司、蔡治三区、蔡治芳外馬倉村近くに正式の墓がある。墓は円形、高さ1.5メートル、定型8メートルで、石垣に囲まれている。信代の高所15年に石碑が建てられ、 文化大革命で壊されたものの1980年に、おさむされた。碑文は、ソイン検証式の墓。1987年には墓前に、人帝が建てられた。100度百科、式、列紙巻、第五闘門編、高山流水、漁師春秋巻14高校欄、第二、コンビコトバンク、団子との交わり100度百科、 八杯の子を百度百科、四季、ありがとうございます。